モンハンみたい。モンハンの卵を運ぶときやん。モンハンの卵を運ぶときやん、それ。モンハン。すごい石ころっすね。すげえやん。すごい。はい。ここにカメラつけてやるんですけど。競技に出たりするんですか？いや、まだそれほど上手くないんで。まだ1年も経ってないんで。別にそれつけてもいいけど、音声入るかな。うわ。離れた方がいいですもんね。はい。あ、そこでもいいです。はい。あ、そうです。はい、あの、まっすぐ投げて。飛んでいいですよね。結構長くならすよ。重いので、では。はい。長くならすよ。1メートル。はい。はい。なるほど。投げないで。はい。ちょっと、竿が折れちゃうの。はい。重くて。はい。このくらいで。はい。わかりました。はい。じゃあ、ちょっとやっていきます。今日は釣りガールのエリカさんと釣り合ったんで一緒に釣ってます。あとケンちゃんさんっていう方も見えるんで一緒に釣ってます。アトサーフジリですね。うわやめる。あれ？あれ？すみません。大丈夫か？はい、すみません。あぶね。あぶね、怖っ。怖えな。なんか釣れたぞ。なんか釣れたぞ。なんじゃこれは。なんじゃこれは。でっけえぞ。でかいぞ。でかいぞ。あの、根掛かりしんように水中の上の方で巻いときゃいいんですかね。そこに沈めると結構いけないですかね。もが結構あるんですけど、そこを取るような感じ。そこを狙ってるハブとか、あ、そこの方ってこと。なんかゴツゴツ引っかかるんですけど、それはしょうがないですよね。それはそうですね。あ、そう、そういうことです。わかりました。石に顔を取る前とか、はい、はい、あ、わかりました、はい。難しいですね、なんか。なかなか釣れないです。今日の流れも速そうな。はい。あ、そうですか。右から左に流されてそうな感じだな。あ、左ですか。はい。頑張りますと。今の点が乗ったら、はい、一定の速度で誤ってきた方が釣れるかな。そこまで落とさずにですか？そこまで落とさずに落としなさそうな速さ。ああ、まあ中間ぐらい。そうですね。落とそうと思ってても多分速くて落ちるかな。ああ、そういうことです。まだ投げてないんです。ああ、そうです。今から投げる。
わかりました、はい、ありがとうございます。やっば、やべえな。こちら結構ルアーが1個なくなったんで、こちら使っていきたいと思います。すっごいいい場所です。エリカさん、ピエンです。なくなりました。寝かかって切れました。ダメですわ。これ結構高いですもんね。うん。こっから切れるんですよ。あ、それなんですか、ナイロン。ナイロンだと思う。あとこういう少しの、あれ、こういう少し傷ついてると、うん、こういうとこ白いじゃん。切れますね。切れますよね、うん。もう少し丈夫なとこまで切ってやっと。これ何で繋げますか。もう輪っか作ってあったんで、うん、もう普通にあのなんかこうやってくるってやってシュッみたいなのなんか結び方なんですけど、ピエンですよ。何時までやるんですか。移動しようかなと思って、はい、なんかちょっと渋いんで、うん、あのおじさんたちも何も連れてないっていう、うん、ちょっと旅行に。そっち行ってもいいですか、僕も。はい、車走らせて。あ、わかりました。はい、はい、すごいですね、ここ場所がジャングルみたいな。すげえな。お、すげえ。なんか釣り餌の匂いしますね、なんか磯目の腐ったなんか。夕まずめやったら終わりぐらいですか、今日は。あれ、渓流ってどこまで釣りに行ってんですか。ネオ川。あ、ネオ川。あ、なら結構うちから近い。近いですね。はい、あ。山形インターこの前できたじゃないですか、高速。あ、そうなんですか。山があそこから南に5分ぐらいなんで、岐阜市。山形インターって福島インターと繋がってます。いや、繋がってないですね。はい。もうすぐ大垣の方と。多分だいぶかかりますけど。え、山形インターがそれしてさ、今度大垣とつながるらしい。大垣の辺まで伸びるんで。じゃあ鹿島インターとつながりますか。あ、そうですね、うん、そうすれば鹿島に、うん、今だったら山形インター乗って、はい、鏡原の方まで行って、そこから鹿島みたいな。鏡原
はい。なんか遠回りになっちゃった。そうなったらもう時まですぐそこって感じになるよね。今モレラの辺高速作ってるの知ってます？はい、あそこがずっと繋がるんで大垣まで山形インターから。もうああ、桃が多いですね。